友人スミスと妻のアイリーン、ミヨコ、スミスウィリアム・友人スミスはアメリカの写真家。1957年から世界的写真家集団マグナムフォとの正会員。カンザス州ウィチタ生まれ。母方の祖母がアメリカインディアンのポタワトミ族の血筋も引く。友人の父親は小麦商を営んでいたが大恐慌で破産し三弾銃で自殺している。友人は この影響で、早い時期から人の命や医療、ケアに強い関心を持ち続けた。第二次世界大戦中に、サイパン、沖縄、洋島などへ、戦争写真家として派遣される。1945年5月22日の26歳の時、沖縄戦で不評と同行中に、日本軍の迫撃弾が炸裂し、砲弾の爆風により、全身を負傷した。 サワに重傷を負い、顔面の口外が砕けた。約2年の療養生活を送ったが、生涯その後遺症に悩まされることになった。その期間を振り返って、友人は、私の写真は、出来事のルポルタージュではなく、人間の精神と肉体を無残にも破壊する、戦争への告発であって欲しかったのに、そのことに失敗してしまったと述解している。戦後、 時の大事件から一歩退き、日常に潜む人間性の追求や人間の生活の表情などに興味を向け、1947年から1954年まで雑誌、ライフで、フォトエッセイという形で、それに取り組んだ。1950年に、イギリス労働党の党首選挙を取りに放映し、クレメント・アトリーに共感を抱いたが、ライフ史編集部の方針と対立し、 結局その写真集は、イギリスの労働社会級にのみの限定販売となった。1954年には、エーマン・オブ・マーシーをめぐって、再びライフ誌編集部と対立し、以後関係を断ち切ることになった。1961年、日立製作所の PR 写真撮影のために来日する。友人はその時、もう一度日本を撮りたいという願いを持っていた。 1970年8月、51歳の時に、ニューヨークのマンハッタンにあるロフトで、アイリーン・スプレーグと出会う。富士フィルムの CM での友人へのインタビューで、アイリーンが通訳を務めた。当時20歳のアイリーンは、母親は日本人で、父親はアメリカ人。東京育ちで11歳の時渡米し、当時はカリフォルニアのスタンフォード大学の学生であった。出会って、 わずか一週間後に、友人はアイリーンに自分のアシスタントになり、ニューヨークで同居するよう頼む。アイリーンは承諾しそのまま大学を中退、カリフォルニアには戻らず、友人と暮らし始めた。友人と親交のあった、元村和彦が同年秋に渡米した際、ニューヨークで友人らに来日して、水俣病の取材をすることを提案した。1970年代は、 水俣病裁判とも重なり、日本全国各地で公害が社会問題となっていた時期でもあった。友人とアイリーンはこれに応じ、翌1971年8月16日に来日した。同年8月28日に日本で婚姻届を出し、東京都内のホテルで披露宴をあげて夫婦となった。スミス夫妻は、 患者多発地域であった熊本県水俣4月の裏に家を借り、同年9月から1974年10月までの3年間、共に窒素が引き起こした水俣病と水俣で生きる患者たち、胎治性水俣病患者とその家族などの取材、撮影を行った。1972年1月7日、千葉県市原市五位にある窒素五位工場を訪問した際、 川本照を率いる水俣市からの患者を含む交渉団と新聞記者たち約20名が窒素社員約200人による強制排除に遭い暴行を受ける事件が発生した。友人もカメラを壊された上、コンクリートに激しく打ち付けられて、脊椎を折られ、片目失明の重傷を負った。友人の後遺症は重く、複数の医療機関に通い続けたが感知することはなく、 暴行の容疑者は不起訴処分となった。この事件で友人は患者さんたちの怒りや苦しみ、そして悔しさを自分のものとして感じられるようになったと自らの苦しみを語った。友人は窒素を告訴することも勧められたがそれを拒み、その後も水俣市と東京都内を行き来しながら患者らの後押しを受けて撮影を続けた。1945年の沖縄戦での負傷の 後遺症で、友人は、歯の噛み合わせが悪くなり、ほとんど食べられなくなっていた。また、アルコール依存症にも苦しみ、アイリーンによれば、毎日10本の牛乳と、オレンジジュースに生卵を入れて混ぜた飲み物が、栄養源で、それにサントリーレッドの中瓶を1日1本ストレートで飲んでいたという。窒素ごい工場での暴行による負傷が、体調悪化に拍車をかけ、 激しい頭痛に悩まされ、斧で頭を割ってくれとアイリーンに頼むこともあった。それでも友人は撮影を続け、1973年4月には西部百貨店池袋店で写真展、水俣製、その申請と冒徳が開催された。ライフ市の1972年6月2日号に、窒素水俣工場の排水管から知らぬ控えにメチル水銀を含んだ。 工場廃液が流される様を撮影したとされる写真、排水管から垂れ流される死を発表しているが、これは時系列上疑問がある。窒素水俣工場は1960年代に排水が外に出ない閉鎖循環方式に工場を転換させ、さらに1968年にはアセドアルデヒドの生産を完全に停止している。したがって、 水俣に移住した1971年以降に有機水銀を含んだ排水を撮影することは不可能であり、1972年のライフ氏の写真はずっと有害排水が垂れ流され続けているという誤解を生みかねないものであった。1974年10月、写真集、水俣の掲載写真の選定や文章もほぼ終えて、スミス夫妻は3年間暮らした水俣氏を去り、 ニューヨークへ帰国した。翌1975年5月には、アイリーンとの共著で、悲願であった写真集、水俣英語版の出版を果たし、世界中で大反響を呼んだ。しかしその直後、友人とアイリーンは離婚することとなった。離婚後の友人は、アリゾナ州通村で晩年を送り、アリゾナ大学で教弁をとっていた。チソ社員からの暴行の後遺症による、 神経障害と視力低下によりカメラのシャッターを切ることもピントを合わせることもできなくなっていたが日本や日本人を恨むことはなかった。1977年12月には脳一血で倒れ翌年には奇跡的に回復して一時はセミナーを行うまでになったが1978年10月15日に自宅そばの食料雑貨店へ猫の餌を買いに来ていた際 発作を起こして死去した。去年59歳。日本語版、写真集水俣が出版されたのは、友人の死後の1980年であった。アイリーンは後に再婚してこう設けた。アメリカ国籍であるが現在は、京都市に在住し、京都市左京区電中間田町22-75-103-2994年、友人とアイリーンが、 水俣で撮影した全写真の著作権管理を行う組織としてアイ d ーンアーカイブを設立した大阪人権博物館をはじめ京都国立近代美術館や東京都写真美術館などの美術館に友人の作品を収蔵するとともに出版社や新聞社テレビ局などマスメディアへの作品貸し出しや使用許諾を行っているまた反原発 環境保護団体、クリーンアクションの代表を務める。なお、大阪人権博物館は2020年5月31日をもって閉館し、友人の水俣オリジナルプリントを含む収蔵物は大阪市の他の施設へ移管される予定である。スミス夫妻が水俣へ移住した年の1971年12月に撮影された胎児性水俣病の症状、 母親が抱いて入浴させている写真、入浴する友子と母は友人の水俣の写真の中でも名高い一枚でピエタを思わせる構図の母子像は写真展や水俣病についての書籍でもたびたび紹介されてきたものだが遺族である両親とアイリーンの話し合いにより1998年6月に アイディーンアーカイブでは今後は、同写真の使用を許諾しない方針であることが発表された。このため、友人生誕100周年を記念して2017年11月25日から2018年1月28日まで、東京都写真美術館で開催された生誕100年友人スミス展でも、この有名な写真は展示されることはなかった。この封印に対しては、 写真家や美術館関係者などから様々な意見があり、当該写真を所蔵する清里フォートアートミュージアムの広報担当者は、自分はこの一枚に出会って水俣病や現代の世界につながる環境問題に関心を持つきっかけとなったので、ぜひ多くの人に見てほしいと語り、同館の学芸員は、この件は国際会議でも話題になっており、 海外の所蔵館の中には展示できなくなるのなら、購入費用を弁済してほしいという声もあると述べた。また同館館長の細栄光は、日本の著作権法では著作者の許諾に関係なく、美術品などの原所有者は、作品の展示ができるし、教科書に掲載することも可能であると指摘した。また水俣で、 スミス夫妻と寝職を共にしながら、友人の助手を務めた石川武氏は封印されたことがすごく残念だ。普遍性を持つ、この星像は人類にとって失ってはならない芸術作品だ。友人が生きていたら、展示や掲載を望むと思うと語り、アイリーンによる、この封印に強く反対した。写真家の石川武氏は、友人だが来日した1971年当時は、 写真学校を卒業したばかりで、東京の原宿に住んでいた。友人の写真展を見て、感銘を受け、原宿で偶然友人を見かけて声をかけたところ、アシスタントとして、水俣へ一緒に行かないかと誘われた。当初は3ヶ月の予定で引き受けたが、スミス夫妻が水俣にいたまる3年間アシスタントを、務めた。石川は、アイリーンと同い年で、スミス夫妻が、 水俣で借りた家を本拠に行動を共にした。スミス夫妻が水俣での撮影を終えて帰国した後、英語版写真集、水俣の出版と古典の手伝いを頼まれ、石川も後を追って1975年にニューヨークへ渡った。石川自身は当時水俣で撮影した写真は発表していなかったが、当時と現在の患者たちの写真をまとめ、2012年に 水俣ノート1971から2012、私と友人スミスと水俣として出版した。水俣市出身の写真家、森枝拓司は、新日本窒素肥料水俣工場近くの自宅で生まれ育った。両親は同社の社員で、1959年11月2日の4歳の頃、水俣病で被害を受けた漁民が工場に押しかけたこともあった。 少年期は社会問題に関心を持たず過ごしたが、友人の写真を雑誌で見かけて、社会的なテーマを扱っているのに、美しいと感動した。高校生の時に、スミス夫妻が水俣に移住してからは親に内緒で通い続けた。森枝の父親は、窒素労働組合の方針を批判して、新労祖に加入し、窒素を擁護する集会にも参加していたが、 スミス夫妻と行動を共にする息子の姿に驚いて、こん、バカモンが、と激怒した。森枝は後に、水俣の人間の側からすると、水俣というのはその窒素のおかげでみんなが食べていたような町、僕の父も母も窒素で働いていたし、そのおかげで自分たちが叶わなかった夢だった。東京の大学に僕と定米の三人の子供を送り、卒業させた。 だから複雑な感情があったわけですね。として、父親が森枝の行動に怒って寝込んだことや、水俣病の取材中に友人らが暴行を受けたことを語っている。友人スミスの写真の特徴は、真っ暗闇のような黒と、まっさらな白のメリハリである。そのメリハリは、妥協を知らない徹底した暗室作業によって作り出された。 日立製作所の仕事に助手として参加した森永淳は暗室作業について言えば渡された一枚のネガからいくらプリントしても OK をもらえずアクセントをしたことが忘れられないこうなると私も意地で知っているだけの技術を使いとうとう一週間かかって104枚のプリントを焼きやっとその中の一枚だけに OK を出してもらったことがあると書くそれに加えて友人スミスは トリミングを駆使して被写体を強調したり、重ね焼きを用いたりした。例えば、アルベルト・シュバイツァーを被写体とした一枚は手とノコギリの影が重ね焼きされた。そもそも友人スミスはリアリズムを排除していたとされる。これは客観的な本ではない。ジャーナリズムのしきたりからまず取り除きたい言葉は客観的という言葉だ。そうすれば、出版の自由は 真実に大きく近づくことになるだろう。そして多分、自由は取り除くべき二番目の言葉だ。この二つの歪曲から解き放たれた、ジャーナリスト写真家が、その本物の責任に取りかかることができる、ジャーナリズムにおける私の責任は二つあるというのが、私の信念だ。第一の責任は、私の写す人たちに対するもの。第二の責任は読者に対するもの。 この二つの責任を果たせば、自動的に雑誌への責任を果たすことになると私は、信じている写真は見たままの現実を写し取るものだと信じられているが、そうした私たちの信念につけ込んで写真は平気で嘘をつくということに気づかねばならない彼の死後、友人スミスメモリアル基金により、友人スミス賞が設けられた。人間性や社会性を重視した写真作品を対象としている。 主な受賞者にセバスチャンサルガドなどがいる。ありがとうございます。